何だったのかしら。お前にならわかるはずだ。いや、我々にはか。え？自らを満たすたった一つ、彼女にはそれが見つけられなかった。そして彼女になかったのは過去や未来じゃない、今です。過去も未来もその恵みも礎も今を知らなければ価値を持たない。人は自分だけを見て自分を知ることはできない。確かにそれはよく知ってるわ。